上の前で全部明らかにさせる。あなたたちは救われたじゃないですか。何？私もやられたんです。随分と手間がかかった芝居を。イゴネリをご存知でしょう。海藻のイゴ草から作る新潟の郷土料理。エゴ草な。佐渡ではイゴなんです。鶴見少尉殿は新潟本土のお生まれですからね。イゴ草、イゴ草、あの子の髪がくせっ毛で島のみんながイゴ草とからかった。でも私はその髪が好きだと伝えました。はじめちゃんと私の名を呼んでくれるのはあの子だけでしたから。柴田の第二師団へ入隊するとすぐに日清戦争が始まりました。この島に俺の居場所はないけれど、戦争が終わったら一度だけお前のために帰る。その時に駆け落ちしよう。日清戦争が終わる頃、なぜか彼女の手紙がぷっつりと途絶えたんです。とても嫌な予感がしました。佐渡に帰ると島の連中が私を幽霊のように見るのです。お前は戦死したと聞いたぞ。そして悪い予感は当たりました。俺が帰る10日前に彼女は行方不明となっていて、秋物が海岸で見つかったのだそうです。ウサちゃんは自殺しとらんかったぞ。彼女からはこれを預かっている。これはエゴグサちゃんはお前が生きていることをまだ知らない。だが私が月島の上官であることを伝えたらこれを渡してきた。はじめちゃんの骨があったら一緒に埋めてほしい。好きと言ってくれた髪の毛だから月島、貴様はロシア語がペラペラだったな。いえ、全然全く喋れませんが。お前は信頼できる優秀な通訳で部下だから連れて行く。いえ、全然ロシア語は分かりません。私は死刑囚ですよ。ならば死んだ気になって勉強しろ。あんた、もしかして月島はじめじゃないか。俺は佐渡の生まれだ。俺の世代で月島はじめを知らん奴はいない。死刑囚になったと聞いたぞ。なんでここにいる。さあな。見つかった。遺体が見つかったんだ。鶴見主任、よくもあんな嘘を。お前が死刑を受け入れていたからだ。エゴグサちゃんが生きていると分かって自分が死刑の身であることに後悔が生まれたはずだ。感謝しろと言うんですか。あの親父の命にお前を失うほどの価値はない。どうしても助けたかった。誰よりも優秀な兵士で同郷の信頼できる部下で、そして私の戦友だから。あの子で俺を騙してほしくなかった。わざわざ9年越しに種明かしして傷をほじくり返して枯れ果てたところに自分の愛情を注ぎ込む。
私を救うのにどれだけ労力を費やしたか訴えるわけです。彼のためなら命を投げ出し、汚れ仕事も進んである兵隊を作るために。でもまあ別にいいんです。利用されて憤るほどの価値などもともとありませんから。私の人生には本当の目的は分かりません。彼は甘い嘘で救いを与えるのがお得意ですので。だって何かとんでもないことを成し遂げられるのはああいう人でしょう。私は鶴見劇場をかぶりつけてみたいんですよ、最後まで。今聞いたことは全て胸にしまっておいた方が賢明です。いざとなれば鶴見中尉殿はあなただって平気で消す。そしてその汚れ仕事をするのは私です。